はい、どうもエルザです。それではカップヘッドやっていきたいと思います。おー、都会。へー、ここは蜂の巣新聞社。蜂ってあんまりこういいイメージないんだよな。なんかドンキとかね、ドンキーコングとかのあたりしてていいイメージないからね。へー、クズども懲らしめようってんだ。ちょいと私の耳を貸しな。まずはその武器をどうにかしないとね。今装備してる武器はどんな敵にも通用すると思ったら大間違いだよ。はーい。お、撃ち放題、取り放題。白ひげって呼んでるんです。白ひげ。はー。ちょっとまずはぐるーっと探索しましょう。あ、いや、ここの2つか。じゃあちょっと新聞社に名前打ってきますかね。ルーマーハニーボトムズとハチノス新聞社。じゃあ行きましょう。いやー、新しいステージはワクワクするね。ワクワクすると同時に心がね。新聞社とはなんか出てきた。マッチョが。ちょっと近いっすよ。やっぱ。なんか左の方が足場はあるね。え？やめて。にゃーって。やっべえの来たね。てかあれキラーだよね、あのハチはどう見ても。あっちょっと待った。あーはいや見えてきてる。ライフこれ1上げたら多分難易度変わるね。ダッシュ抜こうかな。よしよしよし、足場が見えてくればもうこっちのもん。それがきついんだよな。出てきた場所によって避けようないからね。まあまあじっくりじっくり。あ、やべやべやべ、あぶなー。ほい、やめちゃんしつこいね。ここ稼ぎ時。よっしゃ、来たー。よくわかんなかったけど。やっほーい。ブーメラン大活躍だったね。時間は、あれ1分半なんだ。あれで1分半か。マジで、めちゃくちゃ長い1分半なんだけど。まあでも強いね、ブーメランね。さあ、ルーマーハニーボトムズ撃破ですね。契約書をゲット。デコボコ山脈、弾丸あるんだ。いやー、ボス戦した後のこのラン&ガンの楽さよね。普通、
ょっと待った。あは嘘でしょ嘘でしょ今の。あーミニドラゴンが出てるよ。それは それは取りたい。よし。やめろそのさん音がやけにリアルやったな。よく昔にあったアニメの感じだね。さあ隠れたコインゲットで、ああそういう感じね。あとはもったいないことした感があるね。ああそういう感じっすね。これは倒せない感じだね。危なっ。あー着地よしここぞとばかりね。よしこれはいい流れ。いや、てかさ、喋ってる時と喋ってない時全然変わらんってどういうことやろね。下手したら喋ってないと、喋ってる方が気が抜けていい感じになってるよね。これは実況者あるあるなのかな。ま、一回いければもういけるからね、この、こういうゲームはね。あ。はい。見誤ってるね。ほい。よし。危な。喋ってる方が良かったね。さあクリア。でもこうやって見るとさ、やっぱ一つ二分ぐらいなんだね。よし、コインはゲット。ちょっとショップ出たら行きますか。いやなんかね、ここはあのゴール前でこけたのは痛いねもう声出さずにはいられない的な。ちょっとハートボーナスつけてみましょうか。意外とあの飛行機船はライフを上げてしまった方が楽かもしれないね。ダブルハート欲しいなぁ。あれゲットしたいなぁ。おおおおおお。ちょっと待って。なんか当たり判定いろいろありすぎない？まずお腹。おお。おお、
これは痛い痛い痛い。あ、ちょっとめんどくさいことになってしまったね。あとおな、うーがー、はい、爆発。きっちーこれ。ちょっと待、ま、った後ろ、ちょっと待った、磁石。このあのさ、その目の前に出てくる鉄柱。そうそう、ちょっとずつ避けられてるからね。丸で避けるのが一番。おお、どう？まだか。よしよしよし。ああ、そうなるよね。来ればね、避けるだけでいいから。避ける時間が長いよ。まだか？まだか？よし、来たー！ あー、なんちゅう時間を。あー、こやつに何時間かかった？あー、でも、そうか、2、30分ぐらいはやってるか。いやー、平常心やね。いやもう頭が沸騰するもんね、あの弾よけるの。パッパーンと、カール博士のロボットをゲットですね。よし。